プログレス M ・ミン2はプログレス M の改造型で2009年に国際宇宙ステーションにポイスクモジュールを輸送するために使用された。プログレス M11 回 615A55 を元にし、ポイスクのため余圧室が取り除かれている。シリアル番号は302。ISS にモジュールを輸送したプログレスは M ・ミン2以外にも2001年にピアースを輸送したプログレス MSO1 がある。 ISS にドッキングしているプログレス M ミ・ミンとポイスクプログレス M ・ミンの離脱2009年11月10日14時22分12秒月8日0時16分 GMT2M ・ GM ミンはポイスクからアンドッキングし4時48分30秒からエンジンを10分38秒間噴射して軌道の離脱を開始5時27分に太平洋上空で大気圏再突入を果たし 5時32分までには破壊された。ありがとうございます。